フット駅は、かつて、愛知県知多郡三浜町大技フットにあった、名古屋鉄道高和線の駅。2006年12月16日に廃止となった。毎時2本の普通列車のほか、朝に数本急行が停車していた。ただ、普通列車は、下新線を除いた、他の路線とは違いほぼ30分間隔の、等間隔ダイヤとなっておらず、非常に利用しづらいダイヤであったため、 隣の快速急行停車駅である高和口駅などに利用者は流れてしまい低迷した。ホームは2面2線の相対式の地上駅。ホームは最大6両まで対応していた。駅集中管理システム未導入の完全な無人駅。駅舎もなく直接ホームに入る形になっていた。冒頭の通り、同システム導入に伴うコストの削減のため、この駅は 廃止対象の駅となり、2006年12月16日に廃止された。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、873ページ。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。